はい、経営者の方のですね、年金減額に関するご相談が大変多く最近いただいております。報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止になってしまっているという、そういうご相談ですね。で、実は、役員報酬はですね、年収は下げる必要はないんですけれども、役員報酬の支払い方だけを変えれば、若干工夫をすればですね、この老齢厚生年金が支給停止にならないで受け取っていただくことも可能となります。ご関心がございましたらお問い合わせください。